霧島火山群における大波池火山の位置、韓国だけから見た大波池。遠くに桜島地図、大波池は、鹿児島県霧島市の北東部、霧島山にある直径630メートル、周囲約2キロメートル、ほぼ円形の河口湖。古くは、大波池とも呼ばれていた。霧島山の火山活動によって、約4万年前に形成された河口の後に、 水が溜まってできた。この河口から噴出した大量の軽石が周辺の地層に残されており、岩起こし軽石と呼ばれている。池の水深は11.6メートルで、青青緑色を呈し、透明度が高いため地底まで見通すことができる。水質は強い酸性であるが、船が生息している。池から流出する川はない。 池を擁する火山の標高は1412メートル、水面の標高は1241メートルであり、常時水をた,たえる、加工庫としては日本で最も高い場所にある。南西側にある大波地と山口から池まで登山道があり、また池の周囲には遊歩道が整備されている。前者は道のすべての部分が石畳で、 整備されており、校舎は宮間霧島や熊笹の野部多い登山道となっている。両線の南西地点には、大野池家休憩所が、韓国岳との安部には韓国岳避難小屋があり、霧島山山中で宿泊できる数少ない場所となっている。新竜が住むという伝説がある。秋には、カエデや赤松などが色づき見ごろとなる。また、冬季には結評する。 1959年2月13日に新し年岳が小規模爆発の後、14時50分に爆発的噴火が発生。その際、新し年岳河口の西北西約 3km に、ある警察無線中継所、大波地下港南側外縁部に設置されていたもの。現在は撤去され国土交通省の設備が設置されている場所が噴石による被害を受けた。 大波池の名称の由来については地面に波が立つ様子から名付けられたとの説に加えて次のような伝説がある。近くの村に子供のいない夫婦がおり山の神に祈ったところ女の子を授かりお波と名付けた。美人であったため18歳になった時結婚の申し込みをいくつも受けたが断り続けた。ある夜、彼女は山の池に飛び込み実は 竜人の化身だったというもので、お波の池が、やがて、大波の池と呼ばれるようになったと言われる。水沼映座、霧島山頂化工庫の水質、霧島山総合調査報告書霧島山総合研究会、1969年 AB、ホトカ、ゴーナミ鹿児島県、2021年2月17日閲覧。国土交通省気象庁、 霧島山有志以降の火山活動国土地理院地図、空中写真閲覧サービス、整理番号、cu7610、コース番号 c <pers>、si.、c4、http コロンスラッシュスラッシュ maps.gsi.go.jp スラッシュ maplibsercah.do <du>、スプシファクシャニドイコール106万7179、橋口県いにしえ、 五大衆、行、橋口健平、三国名勝図へ1843年、霧島町郷都市編集委員会編、霧島町郷都市霧島町、1992年、ありがとうございます。